皆様どうもはじめまして。体育の授業では、ウォーミングアップで体力が尽きていたイワシでございます。いきなりですが、タンクを作りました。オープンブロックスのです。錬金術対応だ、やったね。さらに、XP ドレイン、というアイテムも作りました。これらを使って貯める液体は、経験値でござる。タンクの上にドレインを置いて、その上に乗ると、ジュアー、経験値が吸い取られていきますね。ああ、私の経験が吸い取られていくんじゃ。すべての経験を失ったので、今私は純真無垢です。あなたが今欲しいものは何ですか？金です。あと酒、こんな風に、自分の経験値を液体としてタンクに保管できるんですよ。タンクを右クリックすると、経験値を引き出すことができます。エンチャントの時だけ引き出せばいいですね。これで、死んだ時のリスクを減らすことができます。石エンジンを1台増やしました。各種5台までと制限を設けましたからね。破らないように気をつけないと。自分の決めたルールに早速悩まされている私でございます。水バケツ、砂、土を組み合わせて、泥の土、と書いてデイドができました。ちなみに水バケツの代わりに水缶を使うと、8個できます。まあ、私は錬金術で増やすんですけどね。こんな風に、水源の周りにデイドを置きます。これからしばらく待たないといけないので、別のことをしましょう。鉄4個で、レールパイプ。そして、基本レールと、加速レールと、等速レールを、作りました。このレールたちは、どのモッドのレールでしょうか？そうです。私が変なお、これは、EX ローラーコースター、ジェットコースターモッドのレールです。地下から矢印元怒り拠点へ、ジェットコースターを繋いでみようと、そういうわけです。簡単に各レールの特徴を言うと、基本レールは基本のレール、加速レールは加速レール、等速レールは等しい速度のレールです。レールブロックを置くと、こんな風にレールが伸びます。もうちょっと後ろから発進させようかな。次のレールブロックを置くと、自動で接続してくれます。置き直しても OK。壁に設置することもできて、こんな風にすごい角度になります。横向きに置いたら、レールも90度傾きます。階段広げないと埋もれそうだ。よし、仮拠点までレール引っ張りました。それでは、カートを置いて、発進しましょう。ドキドキ。ドキドキ。うわー。安倍氏。思った以上に、スピード速い。それとこれ、一方通行でございます。そんなことをしていたら、デイドが真っ黒になっていました。このように変色したデイドからは、泥の炭、デイタンが取れます。この、レンガっぽい見た目のアイテムが、デイタンです。これは、立派な立派な燃料になります。ということで、新しいエンジン、デイタンエンジンを作りました。デイタンエンジンは、発電効率こそ石エンジンと同じですが、1個のデイタンで250秒、石エンジンに石炭を入れた場合の3倍以上、燃焼し続けます。デイタンが錬金術で増やせないので、正直微妙ですが、デイタンエンジンは、リファイナリーにでもくっつけましょう。カン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 。ツールを修理する音が、とても好きです。そういえば、修理をする感覚で、ダイヤとかを使うと、ツールのグレードアップができると聞きました。おお、耐久力が500上がるのね。しかも、黒曜石も掘れるようになるらしいじゃないですか。いいねいいね。レッドストーンを材料にすると、採掘速度が上がるようです。レッドストーンは繰り返しグレードアップができるので、100回アップしましょう。カン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 。それじゃ、グレードアップによる採掘速度の変化を見てみましょう。わあ、早い。アップグレード前と比べると一目瞭然。これはブランチがさらにはかどりますね。さあ次は、サーマルエキスパンションに触れてみましょう。まずは、鈴の歯車を作りました。そして、基本マシンフレームを作りました。
これが、サーマルエキスパンションの機械の基本素材になります。続いて、レッドストーン受信コイルを作りまして、粉砕機が、できました。工業やってる人なら、粉砕機といえば、ああどうせ鉱石を砕いて2個の粉にするんでしょ?と思うかと思います。しかし、この粉砕機、なんと、その通りです。鉱石を砕いて、2個の粉にします。粉は、精錬するとインゴットになりますので、実質1個の鉱石からインゴットが2個できますね。ただしこの粉砕機が他と違うのは、低い確率で複製生物ができる、ということです。その複製生物の中に、狙ってるものがあるので、フェロース鉱石を、掘りに来ました。探そうと思うとなかなか見つからないのよね、これ。実際、1時間かけて、6個しか見つからなかったよ。フェロース鉱石を粉砕して、出た、この青白く輝く粉、シャイニーの粉です。ウィキを見る限りでは、ちゃんと地下に生成されるらしいのですが、1回も見つからなかったシャイニー。早速、精錬してインゴットにしましょ。精錬しました。インゴットも、輝いてますね。まるで私見たシャイニーインゴット、EMC 的に見ると、金とダイヤの中間的な、ああ、経験が吸われていくんじゃ、インバーの歯車が、できました。インバーは、鉄とフェロースの合金です。いやちょっと待て、フェローズってそもそも鉄のことだろ。鉄と鉄の合金ってなんじゃい?ん?待てよ、同じ種類同士の合金。これってつまり、ホモ、次作りたい機械に、ネザーレンガが必要であることが分かったので、ネザーに行ってきます。うええー、嫌だなぁ。ネザーレンガは、ネザーラックを精錬すればいいので、さっとネザーラックを掘って、帰りましょう。それでは、ネザーへ、乗り込めー。はい、乗り込んだ。ネザーラック掘った。さあ帰ろう。長く、苦しい冒険だった。はい、それじゃネザーレンガができまして、溶岩るつぼが、できました。この機械、基本的には、エネルギーから溶岩を作り出すものなのですが、その他に、いくつかのアイテムを溶かして液体にすることができます。例えば、レッドストーンやグロウストーン、エンダーパールなどです。私は、エンダーパールを溶かホイットそうと思うのです。しかし、今の私に、エンダーマンなど倒せっこないので、他の方法でゲットします。賢者の石に、鉄4個で、エンダーパールができちゃいました。これも、錬金術のレシピですね。私が錬金術がないと生きられない理由が、わかってきましたかね?エンダーパールは溶岩るつぼで溶かして、液体にさせていただきました。液体エンダーパールはバケツで組んで、シャイニーと銀と鈴の粉で、あれー?何にもできないぞー。レシピは間違えてないはずなんだけどなー。私の愛情が足りないのかなー。別にそんなことはなくって、組み上げた液体エンダーパールを、一度変換テーブルに突っ込んでしまったことが良くなかったようです。ということで、タンクに投入、再組み上げという工程を経て、ちゃんとできました。エンダリウムの粉です。ふぅ、バグなのかと焦りましたよ。EMC コレクターマーク1を、作成しました。これは、光から EMC を生産してくれる装置、です。つまりは光からアイテムを無限に生産できるので、半ばチートですね。この企画では、コレクターは1個までと制限を設けさせていただきました。せめて5個にすればよかったなぁ。それで、なぜ唐突にコレクターを作ったのか、そしてなぜレッドストーンブロックを投入しているのかと言いますと、見てください、ブレイズパウダーができました。このように、コレクターで集められた EMC を使って、一部のアイテムの変換をすることができるのです。ブレイズパウダーなんて、私には絶対に手に入れられないですからね。続きまして、ネザーラックを粉砕します。ネザーラックを粉砕すると、砂利ができるのですが、低確率で複製生物として、硫黄ができます。硫黄の入手手段なんて、たくさんあるんですけどね。石炭を粉砕して石炭の粉に、こいつらを組み合わせて、パイロジウムの粉を、作りました。ああ、工程が長いなあ。まあ、IC2 に比べたらマシかー。次に、誘導加熱炉を、作りました。これは、いろいろな粉を混ぜて、
合金を作るための機械です。エンダリウムの粉とパイロジウムの粉で、エンダリウムインゴットが、できました。錬金術対応なのが、救いですね。さあ、まだまだですよー。黒曜石を粉砕して、黒曜石の粉が、あれ、何もできなかった。一体どうして？おや、石エンジンの方に入ってましたね。そうか、サーマルエキスパンションの機械は、自動搬出ができるんだっけ。設定変えとかないといけないですね。ともかく、黒曜石の粉をゲッチュです。もうすぐ終わりだ。頑張れプレイ中の私。きっとプレイ中の私も、頑張れ編集中の私、と、応援してくれていることでしょう。黒曜石の粉と鉛インゴットで、強化ガラスを、作りました。そして、空のテッセラクトフレームを、作りました。こいつが錬金術に対応していたのは、非常にありがたい。さあ次、液体天気機、を作りました。まずはこれに、液体エンダーパールを充填していきます。そして今度は、テッセラクトフレームに、液体エンダーパールを充填します。充填が終わりますと、満たされたテッセラクトフレームになりました。そして、やっとできました、テッセラクトです。これを作るために、動画の半分以上を使ったわけですね。ひえー？テッセラクトは、簡単に言うと、アイテムや液体、エネルギーをテレポートさせ、遠くに輸送できる装置です。ちょっと実演、まず片方のテッセラクトの周波数を設定します。そして、その周波数に、わかりやすい名前を付けます。次に、もう片方のテッセラクトで、さっき設定した周波数の名前を、選択します。これで、2つのテッセラクトが、リンクされました。ここでエネルギーが転送されていないことに焦っているプレイ中の私は無視します。それもそのはず、送信側のテッセラクトで、エネルギーを送信するよう設定しないといけなかったのです。はい。ちゃんと、テッセラクト経由で、エネルギーが転送できましたね。エネルギーだけでなく、アイテムや液体、さらにはロジネットワークすらも転送できます。これから、ずっとお世話になると思います。よろしくね。はい、それでは、そろそろ時間です。今回は、後半の編集が死ぬほど辛かったです。細かい編集より、変化のない編集の方が、よっぽど疲れるんですね。これは編集のあり方を、ちょっと見直さねば。それじゃ、今回はここまでです。次回をお楽しみに。